皆さんこんにちは、最終決戦、本当の最終決戦だと思います。いきましょう。ドミグラです。楽しみ。な、こんなことになると、もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国造庫が壊れれば全てが、何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの。やる気か。全て消えてしまえ。ドミグラ、やめろ。ピー、最後の何声キーってなる。何もかも消滅した後に、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの。なんで戻ったの。ドミグラ、やめろ。ああ、さっきのことが要はここに書かれてるってことね。そういうことだ。ドミグラ、ここのストーリーをまた変えるために今行くって感じです。もう一人の自分。クリリン坊主。なんだ、なんなのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い、貴様を倒す。後悔するんだな、貴
様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。もうちょっとかっこよくなるかと思う。カエルっぽくなってんだけど。魔人ドミグラを倒す。オッケー、行きましょうか。でかいのかな。フローリー級。ただの腕力級の猿とも。でか。いや、でかい、これはでかい。よくぞここまで来たものだ。礼を言う。この姿を見て生きて帰った者はいない。無論貴様も生きては帰さん。血一つ残さんぞ。この世界から消え去れ。どこまで削れるかな。食べるのすげえ大変だから、あんま食らねえし。うわ、今思ってくる最終形態か、そういう感じだ。うわ、もろ近く来たのよ。やばい。よしよしよし。やべえ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 、逃げろ逃げろ。なんだと。世話の焼ける奴に違い、魔人の力を前にここまで抵抗するとは。うまくうまく、そう、裏をついて。おお、そろそろ分かってきたか。貴様はここで消えるのだ。跡形もなく。いけるぞ。悲しむことはない。お仲間にもすぐに後を追わせてやるからな。あ、食らわねえんだけど。やべ、不幸を呪うのかな。何何何、やばい、バカ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 。私に挑もう。あれ、実に愚か。もう一丁。もう一回いけるか。よし、おのれの不幸を呪うのだな。はいはいはい。ここで悟空登場かよ。ただ俺は今やばいから。またしたな。ここ遠いな。木探るんが難しくて来るんが遅くなっちゃった。外れるんだけど。なんだと。消えんのか。やっさ、まさか瞬間移動でここまで。北蔵君は無事だから安心しろ。結構あるよね。結構大変だったんだかんな。あ、でもドミグラまだ結構ある。やばい、入っちゃいやっか。
しい。ドミグラが世話の焼けるやつ。こんなことがあっていいはずはない。あってはならんことだ。いけるいける。ナイスだぜ。あ、こいつ消えるんだよ。あと一発。あ、ちょっと構えな。よっしゃそうだ、それでいい。それでこそ俺の弟子だ。時の隙間の水晶のかけら。おのれ、おのれ。フュージョンすんのかと思って。まあ俺の方はパーフェクト多分あるんだね。マジこれファイナルじゃん。今回は本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さ、オラに見せてくれよ。面白そうですね。さすがね、これ最後は悟空と。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに、あなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか。そりゃやべえな。
今後はですね、まあみんながやってるようなやり込みスタイルみたいになっちゃうんですけど、まあいろいろまだ やってないことがいっぱいあるわけですよ。確かスーパーサイヤ人4とかも手に入るのかな、なんかドラゴンボールを集めたりするスーパーサイヤ人4が手に入ったり、あと今ね無料で配布されてる部分をダウンロードすればゴッド青髪も手に入ったりといろいろやることはあるかと思います、まあ、ですのでそうだね、いろいろやれることはやっていきたいと思います。まだ使ってないキャラクターもたくさんいますし、まあ、ストーリーに沿った、ね、戦いもできるんじゃないかな。ステージ選んであの時の戦いをもう一度的なねアニメでやったことを今度はゲームの中でやるってこともまあ面白いのかなと思います。まあ、そんな感じで最後まで見ていただけた方は本当にありがとうございました。まあこれからもゼノバースやっていきますし、2が発売されたらそっちの方ぶっ通しでやっていきますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じで俺からのご挨拶は最後になります。ありがとうございました。それではエンディング最後まで見届けください。